ラファエル・ゲレイロは、フランスル・ブラン・メニル出身のサッカー選手。ドイツ分デスリーガンのボルシア・ドルトムンと所属。ポジションは、DEF ・ MF、ポルトガル代表。2005年に、フランスの国立サッカー施設であるクレイル・フォンテーヌ、国立研究所へ入団し、2008年に、SM ・カーンの下部組織へ加入。2010年に B チームへ昇格し2年間で55試合に、出場。 B チームでの活躍が評価され、2012年にトップチームへ昇格した。2013年に FC ロディアにへ移籍。加入1年目の2013から14シーズンから、左 SB のレギュラーとしてプレーしている。2016年6月16日、ボルシアドルトムントへの移籍が発表された。2016から17シーズンは、マルセル・シュメルザーの存在もあり、 本来の左サイドバックではなく、インサイドハーフとして起用され、リーグ戦で23試合6得点を記録した。2020から21シーズン、ブンデスリーが第6位体となる10アシストを決めて、チームに貢献した。2014年11月7日に不傷離脱したジョゼ、ボシングアの代役として、ポルトガル代表に初招集。11月14日に行われた。 ユーロ2016予選のアルメニア戦で代表デビューを果たし4日後の11月18日に行われたアルゼンチンとの親善試合で代表初得点を記録した UEFA ユーロ2016では大会前に長期離脱を強いられたファビオコエントランに代わり左サイドバックのレギュラーを確保し準々決勝のポーランド戦を除く6試合にフル出場 決勝のフランス戦でも先発出場を果たし、ポルトガル史上初となるユーロ制覇に貢献。大会のベストイレブンにも選出された。ありがとうございます。